今日も練習頑張ろう。かなたちゃんってばやる気満々だね。まあかすみんのやる気には勝てませんけどね。はいはい、どっちもすごいすごい。愛さんは早退。なんでもお姉さんが入院するとのことで。いえ、そこまではわかりません。不安だと思う。もし私が愛ちゃんの立場だったら、想像しただけで怖いもん。ただいまー。え？あれ？なんでみんなうちにいんの？なんだ、びっくりした。お姉ちゃんは大丈夫だよ、検査入院だから。ちゃんと説明しなかったせいで誤解させちゃったっぽいね。なんかごめんね、心配して来てくれたんだ。でも今回は本当ただの検査入院だし大丈夫。いやいや、愛さん君に嘘つかないって。なんかごめんね、心配して来てくれたんだ。でも今回は本当ただの検査入院だし大丈夫。そうですか、よかったです。わざわざ来てくれてありがとね、みんな。お礼なんかいいよ、愛ちゃんを心配するのは当たり前でしょ。いや、愛さんってば素敵な仲間に恵まれちゃったな。愛先輩の家ってもんじゃ屋さんだったんですね。カスカスってば、食べたそうな顔してるな。うんうん、わかる。このソースの匂いに惹かれないものはいない。カスミンです。でもソースの匂いに惹かれているのはその通りです。せっかく来てくれたんだからごちそうするよ。好きなのじゃんじゃん頼んで。え、本当に？エーマ、ちょっとは遠慮というものを。カーリンってば水臭いぞ。アイさんたち遠慮し合う仲じゃないじゃん。カリンはアイさんちのもんじゃ食べたくないの？そんなことないわよ。じゃあもうどんどん食べて、愛さんスペシャル作っちゃうから。コミ、いやいや、もんじゃごちそうしただけでコミとか安上がりでしょ。